ここ渡良瀬にちょくちょく来るんですけどね、ここ上がったの初めて見た。ああよく見える。広いとこはすっきりするよね。いつもね家にばっかりこもってるから、時々はね外に出ないとね良くないと思ってるんだけど、ついつい引きこもりがちでね、多分ねここ車じゃね清田は思わないんですよ。多分ね、多分が続いちゃうけど、オートバイに乗っていなかったらここは来ないと思うよね。昔はねここ子供がねサッカーの試合で、まあひどい風だったね、記憶だと。まあ芝生はなかったような気がしたけどね。広いね。ここ一回自転車に来たことあったかな。まあいずれにしてもね、二輪じゃないと来ないね。かなり青く焼ける人が多いみたいなんだけど、僕のバイクはね全体的にね青くはなってません。やっぱりね回して乗ってはいないよね。それにまあ90回して乗るっていうバイクでもないけどね。やっぱりねピックアップはね MT-09 なんかで比べるとまあ やつはちょっとじゃじゃ山すぎるんだけど、違うよね。やっぱりゆったり乗るバイクかなって個人的なもんね。ねえねえ、どうでもいい話だけどね、この純正マフラーはねイタリアのラフランコーニ製だね。まあイタリアといえばベルリッケ、テルミミョーニ、テルミミョーニあたりなんだけどね、ラフランコーニってなんか古いメーカーって感じだよね。純正ドカディのキア GSS なんかも純正ラフランコーニだったかな。それでそのラフランコーニっていう名前を覚えたような気がするんだけど、ちょっとね失敗してね、へこみが一箇所作っちゃったんだよね、自分で。危うくひっくり返すとか言ったんだけど、苦い思い出があります。まあね、オートバイ乗ってるとね何かしら失敗してるよね。軽いのも重いのもね、重いのもやってんだけどね。まあ死にそうになったことはよくそんなこと言うとバイク乗りは自慢話かって言われちゃうと思うんだけど、3回ぐらい死にそうになってます。1回はねモンキーで危うくバスに引かれそうになって、友達のモンキーがいてね、前の車が止まったらね止まれなくなっちゃってね、そのまま危ねえっつってゴロン。で2回目は下久保でちょっとね酒飲みすぎちゃって二日酔いでね、
今でも大体コーナーのあたり覚えて、あの場所のコーナーの場所覚えてるんだけど、膨らんじゃってね、反対車線で行っちゃって、ああ車が来たーっつって、タイミングが良かったね。3回目はね、748R でね、自爆、これは痛い目になりました。迷惑かけたし、2ヶ月で入院。それで懲りちゃったかなと思ったんだけど、やっぱりね、オートバイ懲りないね。体格がね、もっとね、あのがっちりした体格してればね、でっかいバイクね、アドベンチャー GS 乗りたいなんて思ってるんだけど、ちょっとね、この体じゃ乗るまでにひっくり返して終わりだよね。見え張って乗れないよね、あの大きいバイクはね。180センチぐらいだってどっぷりしてればね、とにかく背はちっちゃいし筋肉はねえし。自慢じゃないですけど、体脂肪は9ぐらいですよ。9、10以下だね。8になるとちょっとフラフラするから、一生懸命食べてんだけどね。お、人が来たから、さーて帰るか。これね、一番の俺のお気に入り場所。なんてない、なんてことない河原のでかい版。でもこんな大きな湿地をね、なかなかないよね。広い。で、もちろん季節によってね、草は枯れてくるし、四季の色が楽しめますよ。あとね、ここ野鳥ね、写真家とかバードウォッチングする人が多いね。フクロウの仲間なんだっけな、トラフズク、そんなような鳥もね来るみたいですよ。来るみたいですよっていうか、写真撮りに行ったことあるんだけどね。